聞く名画のドラマ、マネ草上の昼食。19世紀パリの高級官僚の息子として生まれたエドゥアール・マネ。近代絵画の父と呼ばれていますが、当時としては不道徳でスキャンダラスな作品を数多く発表しました。その一つが1863年草上の昼食。粋なファッションの男性と裸の女性たちが森の水辺で楽しそうにピクニックをしています。なんというハレンチな絵だろう。女の前に服が脱ぎ捨てられている。しかも手前にいる男女の視線、私たちを侮辱しているのか。この時代、裸の女性を描く場合には神話や物語、あるいは歴史の一場面であるという必然性が求められました。ところがこの作品に描かれた女性の衣服は明らかに当時のもので、彼女たちが生身の人間であることを示しています。さらに鑑賞者である私たちに向けられた男女の視線、当時の人々はこう思いました。まるで私たちが彼らの戯れを木陰から覗いているようではないか。こうした理由から大変な非難を浴びたマネの草上の昼食。しかし発表当時、展覧会にはこの作品を目当てにたくさんの人々が訪れたそうです。そしてもちろん現代でも。